そう、その話。カメラ回ってんすか。あら田村さんですよ、イエーイイエーイイエーイお疲れ様です、ありがとうございました。本当にどうですか、忙しい、最近何してんすか。こんなこと僕が言うのもあれやけど。確かに、いやなんか広告の爪とかもやってますよ、六本木。はい、ヒルズの。やばいっすね、あれやばい、楽しみすぎる今見たんでしょ。でもその一応、はい、あそこに貼るやつは、うん、あの壁に貼るやつは、はい、のサイズ感とか見たんでしょ。見ました。まあ、見に行ったよね、あの他社の広告をね。半端ないなと思ったの、こう見たら。なるほどね。そうそうそう、なんか最近っていうか、僕はあの結構前からそうですけど、やっぱね、あのでかいもんにむっちゃ興味あるんですよ。確かにでかいの面白くないですか。確かに、無駄にでかいやつ、ね、無駄にでかい、やっぱりいろいろやるじゃないですか、お仕事でやらせていただくんですが、なんかね、こう、スマホで記事書いて、その角度から来たかみたいな、その良さもありますよ、面白さもありますが、せこいなと思ってきて、なんかそういうそうじゃなくて、こんなでかいの作りました、ドーンの方がなんか頭悪そうだし、それがいいんですよね。街作りますみたいな、土地を抑えましたみたいな。やっぱでけえのがね、だから六本木ヒルズ作った人がいるわけじゃないですか。なんかそういう方が良くないですか。確かになんかこのなんか上手な記事書いてるよりヒルズ作りましたとかの方が大変やで。でも大変なんですかね。大変やで、多分相当むずいですかね、うん、まあでもね、街作るもんね。そうね、今日も、うんうん、今日も土地を、うん、アホみたいな LINE が来たわ街作るぞっていう LINE が改めて来たわいや、映画新しく作っときやと思うねマジでやばいよな。もうとにかく土地なんですよ、田村さん、うんうん、もう土地もう不動産屋やれ言うてるもんな。一番おもろいの土地なんで、もう土地は取れないんで、うん、例えばその、わかんない、そのすっごいベストセラーがあって、このベストセラーを超えるとかはいつでも超えられますけど、うんうん、土地は一回誰かに取られてしまうと、うんうん、もうこの人が乗かない限り取れないんで。確かに、だから土地空いたら、うん、もう土地は買うべきですその一帯をこの辺一帯買ったぞっていう、オセロみたいなこと言ってた土地を土地が空いたらもう買う。オセロめっちゃうまいもんね。オセロむっちゃうまいいや、あれはやっぱすごいね。ちょっと今話それるけど、はい、あのオセロのうまさやばいよね。それ言うて、いやほんまに、だってしかも相手が途中までめちゃくちゃ有利やねんな、はいはいはい、もうほぼ相手がじゃあ白だとして、もう最後巻き返してバックルにするもんな。え、嘘みたいな。角取られ、普通角取りに行くやん。で、角取られたらなんか終わりみたいな感じやん。四つ角取られてんのに、うん、巻いたりするよな。ほんまに。ほんまに。あれはすごいよな。いや、だからほんまに。どこにあるんですよ、すごいなと思う。え、あれってセオリーがあるん？ある。もちろんあるけれど。あるんや。あるけれど、そもそも得意ですね。別にじゃあ全然オセロでもない、将棋でもない、チェスでもない、全く別のそういった類のゲームが出たとしても、うん、それも多分得意ですね。マジで、はい、性格悪いんやろないや失礼しちゃういやいやいや、そうとしか思えへんじゃない失礼しちゃう失礼しちゃういやいやいや、でも確かに戦い方としては、もうオセロの話になっちゃうんですけど、うん、戦い方としては非常に性格悪いんですよ。そうやろ？あの要は置きたいとこ置かないんで、うんうんうん、あそう、いやここ置きたいなとかじゃなくて、基本的にそっち側に憑依してで、どこに置かれたら今一番痛いんだっていう、はいここでしょっていう、全部あの打ち手を潰していくっていう、そっちなんですよ。ほんで置くとこなくしてしまって、あとはもうじわりじわりとこうやるっていうやつなんで、なるほど、ね、戦い方としては非常にファンのつかない、うんうん、あながち間違ってないってことだよね。そう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 、試合に勝って勝負に負けるタイプの、その応援者はいない、勝ったけども虚しいだけ名言テロップ出そう。そう、でもそういうのは得意。いや
やらしい、やらしい戦い方をするね。そう、でも絶対負けない、あの手のやつは。でもだからそのやらしい戦い方ができるから、いろいろそのマーケティングのこととかできるんだろうね。かな、やっぱあんのかな。で好きなんですよ、なんか、そう計算とか、すごいな、知恵の輪解くのとか、すごいな、あの楽しいじゃないですか。すごいな、数学が好きなんですよ、異常に。しかも答えがバチって出るのも気持ちいいでしょ。そう、うん、数学異常に。数学どうでした？いや、でも勉強できたでしょ。できんねん、できんねん、私受験勉強の勉強しかしてへんねん、ずっと。中学受験の勉強、はいはい、大学受験の勉強しかしてないから、はい、もう全然できへんねん勉強。へえ、全然できへん。数学とか楽しくなかったですか？いや全然思んない。いや、なんかこれ証明せよとか、うん、証明したくないしって思う。ああ、めっちゃ楽しかったけど証明せよ、なんか。なんで証明せなあかんのって思うねん。いや、そんなん言い出したらそんなん言い出したらやから、だって学校の勉強なんか。楽しかったんですよ、なんか数字がむっちゃ楽しくて、うん、何でもいいですよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って数字がずらーって並んでるとするじゃないですか、うん、じゃあここにはどんな法則があるんだろうって調べるのが楽しいです、うん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 、つまりじゃあ1と2を足したら3じゃないですか、うんうんうん、2と3出したら5じゃないですか、うん、で3と4出したら7じゃないですか、うん、じゃあ3,5,7ってなるわけじゃないですか、ここのこれが、うん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 、じゃあここに、あ、これはこういう感じで増えていくんかとか、じゃあこことここをじゃあ次かけたら、どういう、うん、あのどういう変ななんか法則が出てくるんだろうみたいな。全然面白さわからん。今説明聞いてるだけでもうほんほんほんってハテナになってるわ。須藤くんと僕これで2時間ぐらい飲めますよ。あ、でもいけそう。須藤はいけそう。ずっと須藤くんとなんかあれをやるんですよ。須藤くんとむちゃくちゃ盛り上がったのは、その台形の面積を求めるときに なんかあるじゃないですか、底辺かけるとか、あるあるあるじゃないですか、あれを使わずに、うん、やば気持ち悪い、気持ち悪い、超楽しいですよ、三角形のこのここの面積を求めるの、あの底辺かける高さ割る2とか、あれを使わずにこの導き出すっていうのを須藤君とずっとこう飲みながらやります。やめっちゃ楽しいよそれが。でもそれだと思う、結局そのそれこそマーケティングがおっしゃる通り、それだと思う、どういう、うん、確かに、そう、どういう法則があって、うん、確かに人はどこでつまずいてとかいうのを全部リストアップして、それをバーって潰していくのが楽しいんですよ。確かに、でも好きそうですけど、そうじゃないですか、物運の得意でしょ、物むっちゃ売るやん。いや、気合いとこんどファンができるタイプですね。こっちは勝負に勝つタイプの。すごくあのアホっぽいけど気合と根性だよね。気合と根性なんですか、うん、大概のことはできるよね、それで。なんかあれあるじゃないですか、新しいあのほら僕あのキリンのやつ、キリンね、あれなんであんな売れてんすか、あれをギャグっすかあれ。なんか田村さんがあのちくわのパーカーあるじゃないですか、あれいくらなんですか、単価7,700円。え、バーガー1枚7,700円ですか、はい、でもむっちゃ売れてないですか、めっちゃ売れてる、何百枚って売れてる。どうするんですか、去年出して、はい、去年だけ何百枚売れて、はい、で、今年あの色を変えて、はい、ゴールドにして、はい、で、ちょっと2020ってあの一応紙皿に書いて、うん、で、それをまたちょっと入れてやったらまた、うん、何百枚、どうせ売るやったらもっとみんなのためになるようなもの売ってくれ。そんなもの売ったところで、ちくわをさ別に有名にしたところで、確かにプペルを売ってくれたらええわけよ、だって。ごめん、なんちくわ売ってるのあんた。ごめん。でもむっちゃ売ってるな。あれはでも作れ言うたもん、西野さんやからね。パーカーしたらええんちゃうみたいな。そうだっけ？違ったっけ？いや僕は違ったか、絵描いてって言って、かがしたら死のほえだで。そうか、そうか、そうか、そうか。そっか、勝手に靴下かだと思う、だと思う。でもなんか本質的ですね、あれが、売れるって、うんうん、もうだってそれってそれがブランドじゃないですか、もう要するにもういろんなアパレルの人だとか、まあ、いろんなサービス業の人がやりたくてもやれない、うんうんうん、なんであれには高い値段がついててっていうやつじゃないですか。それはもうなんか本質的ですね、あれが売れてんのって。あれしかもあの ZEP の忘年会のクラファンをちょうどやってた時に、う
西野さんがなんか絵描いてみたいな感じで、うんうん、でめっちゃ下手やっていうのがあったから、うん、これリターンにできるなってなって、うん、で打ったんだよね、うん、で去年結構来てる人たちもすでにいたから、うん、あれを見てあ欲しかったなっていう人もすでにいる状態で、うんうんうん、でまた今回やからまた売れたっていう。おもろいですね、うん、あれね。確かに説明できます。でもあれが売れる理由はその要はもうよく言いますが、もうファッションアイテムっていうかもうコミュニケーションツールにしてるからでしょ。しかも分かりやすいもんね。昨日 の講演会とかも来ていけば、うんうん、あ、タバココサロンのメンバーですかみたいな。そうあれは強いですね。ああいうのはこういうのをちゃんと学びゃいいのにね。みんななんか理由があるわけじゃないですか、まあ、売れてるものにはまぐれで売れるはないわけじゃないですか。何か理由があって売れてるわけじゃないですか。確かにちゃんと学べばいいのにな。もうさそのまあ要するにこのおしゃれなだけの服むずくないですか。それで生き残るって、だってもう全部おしゃれですよ、うん、それで言い出したら。ダサいもんって売ってへんもんな。ダサいもん売ってないよ、もうそんなもんもうないよ、もう原宿行って、もうどの店入ってももうおしゃれなもんは買えるのはもう決まってるんだから。そうなんですよね。そこ絶対学んだ方がいいよな。あるところに煙に覆われ空を見上げることを禁じられた町がありました。一人ぼっちのルビッチが出会ったのはゴミから生まれたプペル。ん？君一人？はい、すみません。父が教えてくれた誰も知らない秘密。星って知ってるかい？星？なんだよ星って。見たのかよ。あるわけないじゃない。見たのかよ。嘘つきだ。誰か見たのかよ。あの煙の向こう側を誰か見たのかよ。誰も見てないだろ。だったらまだ分かんないじゃないか。お前が光を信じて上を見続けていたらよ、一緒に上を見てくれる友達が現れる。友達って何ですか？信じ抜くんだ。ルビッチ、これは母ちゃん命令だ。絶対に帰ってくるんだよ。はい。どうしたんだい？私の心臓がビヨンデルです。どうやらこの世界の秘密に気づいてるね。ドキドキするじゃないか。硬いの痛い。